見たであろう。滑稽だとは思わぬか。人類によって生産され、人類によって刺激される道具がパニシングの武器となり、無知で低級な存在が今まさに急流商会が治める地を欲しいままにしているのだ。急流はこの星の最大経済圏の一つとして世界政府から独立して東アジアの広大な領土を統治している。人類の都市が次々とパニシングに陥落する中で、なぜ我らのみが安寧に過ごせたと思う。勇敢な兵士たちが急流を守るために前線に赴き、パニシングに、世界に急流の意志を示したからだ。あのクズ鉄どもをこの急流の地にて錆びて朽ち果てるまで眠らせたのだ。我らは同じ誇りを抱いているゆえに、我らの確固たる信念は決して揺るがない。過去のすべてが今の急流を作り上げた。急流の民は戦争を恐れない。なぜなら戦いで急流の意志を砕くことはできぬ。遥か昔からこの星のすべての人間は我らの名を知っていた。今お前たちに問う。急流、私たちは何者だ。急流、そう、我らは急流の民。急流の意志が我らを信念を共にする共同体たらしめる。急流の前では火星は恐るるに足らぬ。戦争に犠牲はつきものだ。しかし急流の民の意識のバックアップが終わるその瞬間までに最後に一人が残れば、それは急流の勝利である。そして急流の歴史の中でこれほど美味なる勝利はない。急流衆は我らの守護者。我らは破壊した全ての侵食体に勝利を刻むだろう。急流の神聖な土地を犯した侵食体どもは代償を支払うことになる。パニシングは勝てない相手ではないと急流は証明する。急流の文明は地球が終わるまで存在し続ける。ここは急流商会の都市。急流の民はここで滑稽な機械どもに急流の意志を示すのだ。急流商会、永遠なれ。永遠なれ。Thank you.
九龍の意志は決してここで終わらない。これが九龍の意志。